を開始をいたします。進行を務めますのは長野市教育委員会の教育次長藤沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表して長野市教育委員会近藤守教育長からご挨拶を申し上げます。今ご紹介いただきましたこの4月1日から教育長となりました近藤守と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、市指定有形文化財寺町商家旧金箱家住宅の公開記念式典に多くの方にご臨席いただき感謝申し上げます。地元松代の皆様には工事などで長い間ご迷惑をおかけいたしました。ようやく寺町商家が一般公開の運びとなったことを共に喜び合いたいと思っております。ご承知のとおり寺町商家は寺町において幕末から昭和初期まで質屋を営んでいた金箱家の住宅であります。主要は道路側の一部は幕末期の典型的な商家形式、その後大正期にかけて対面および上層に順次増築され、現在の規模に整えられたとのことであります。表門は精緻なタイプの薬物川が対応され、内村は創意工夫された小屋組構造を希少的、技術的に優れ、創建年代が明らかな商家建築として貴重な存在であります。潜水路や庭園などと合わせ、良好に残る屋敷構えは松代における商家建築史上、並びに民族史上、貴重な建物として平成24年4月11日に長野市の指定有形文化財に指定されました。市では平成24年度から26年度にかけて文化財として保存修理を行い、利活用できる施設として整備をしてまいりました。施設内の貸しスペースは市民が日替わりでシェフとなって腕を振るバンデリシェフや地元物産の展示販売など各種イベントに利用できます。単に見るための文化財ではなく、活用するための文化財として地元をはじめとする多くの皆様に有効に活用していただき、より一層の意味合いを創出していただければ幸いでございます。 NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会に指定管理者として管理運営を委任し、地域の活性化のための交流拠点としてまいります。また今年はご承知のとおり、前当時ご会長の年であり、北陸新幹線も開通したことから多くの方がこの地を訪れることと思います。こうした記念の年に寺町商家の新しい姿を多くの皆様にご覧いただけるのは本当に喜ばしいことでございます。より多くの人に訪れていただける、そんな魅力的な町松代をこれからも皆様と共に作り上げ、この寺町商家をますます盛り立てていきたいと考えています。寺町商家を含め多くの文化財施設が今後も一層地域の皆様を含め長野市に、強いては全国の皆様に親しまれ、松代の町が一層発展するよう今後ともご支援ご協力をお願い申し上げます。合わせてご臨席の皆様方の顕彰を記念し挨拶とさせていただきます。私も幼少の頃松代に住んでおりましたので、大変懐かしいところにさせていただきました。一生懸命頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では続きまして、指定管理者であります NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会の加山敦美理事長からご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会の理事長の加山でございます。
この度長野市の方から指定管理者として指定を受けまして、運営に当たらせていただくわけでございます。本当にまだ力不足ではございますけれども、皆様方のお力添えをいただきながら一生懸命頑張ってまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この指定管理者を受けるにあたってですね、長い歴史があります。ただいま今度供給所さん、小池屋供給所さんの方からのお話もございましたけれども、平成の7年の頃だったと思うんですけれども、松潮城の整備ということで、当時、近藤さんがですね、社会教育課長さんだったかと思うんですけれども、その折に私のところを訪ねてまいりまして、いや松潮は武家屋敷もたくさん残ってるけども、町屋もたくさん残ってるんで、町屋をもっと大事にしてほしいということをおっしゃっていただきました。それまで私は全く町屋ってものに対する認識がなかったんで、それからですね、改めて町屋を町の中で見直してみましたところ、随分あるんですね。まず八鷹さんの300年にわたる商家であったり、この寺町の神田固定であったり、他にも数々、町屋というものが存在しているということを改めて認識しました。そういう中で平成13年に、遠距離空間を立ち上げまして、地域にある歴史的文化遺産を生かして、そして活用していくというような町づくりを地元の人たちと共に行ってくるようになったわけでございますけれども、その中の一環としてこの金箱邸というものが浮かび上がってまいりました。ちょうど平成の17年頃だったかというふうに思うんですけれども、地元の皆さん方のご理解をいただきながら、地域振興計画あるいはまた住民自治協議会等を通じてですね、長野市の方に保存のお願いを地元を挙げて行っていただいたところですね、このような立派な形でもって今日オープンすることになりました。この指定管理を受けるにあたっては私ども全く力不足であるということは認識しておるわけでございますけれども、幸いにしてですね、真っ白の町づくりに若い人たちがですね燃えて、昨年地域振興計画を立てるにあたってですね、若い人たちが若者会議というような形でもって立ち上げまして、一生懸命町づくりに関わってくださった。そういう中でこの町屋をですね、この寺町商家を何とかして若い力で応援していきたいというような強い思いを持ってですね、私たちに提案してくれました。そこで私たち NPO としては非常に力不足ではありますけども、若者たちの夢とかその実現したいという思いをですね、何とか応援しようということで、もうここで腹をくくりまして、指定管理者に名乗り出たわけでございます。幸いにして私ども指定をいただきましたので、地元の皆様方の大勢の皆様方のご協力いただきながらですね、本当にこのせっかく長野市が整備してくださったこの立派なですね町や寺町商家をですね、何としてでも町城の活性化の拠点、そして観光の拠点としてみんなで盛り上げていただければありがたいかなと思って、一生懸命努力していく所存でございますので、どうぞ皆様方、ご支援ご鞭撻のほどをよろしくお願いします。本日お集まりいただきました皆様方の弁償をご活躍を記念いたしましてご挨拶をさせていただきます。本当に今日はありがとうございます。それではここで、ご来賓の皆様からご祝辞を頂戴したいと存じます。はじめに長野市議会議員熱英樹様お願いいたします。皆さんこんにちは。ご指名をいただきました市会議員の熱英樹でございます。大変桜の花、そしてまた春爛漫のこの、良い日々に今日は寺町商家記念式典ということで、このように関係者に関しまして大勢、参加できまして盛会にできますことに改めて御礼を申し上げることを伝えてございます。皆さんご承知のとおりですね、平成、16年ですかね、
まあ、やっぱり町の環境整備10年ほど前ですが、環境整備に合わせ、歴史的道筋事業というものを国から、また県から助成をいただきまして、12年ほどかけてですね、ついに、まあ、このように整備されたわけでございますが、その中に、まあ、歴史的道筋事業といたしまして、いわゆる約4キロを、ね、整備したわけでございまして、そのちょうどこの寺町商家が大体中間地点になるんじゃないかろうかという中におきまして、今まで観光客を見るんだけど、ちょっと距離ありすぎて、回りきれねえやというのが、そこでまあ中間の拠点としてですね、これからまた、向こうへ抜ける4キロあるわけでございますが、まあ、そんなところか今ちょうどいい観光客がいい、休みどころとなんだよなと思っておるわけでございます。それでまた、夢空間ですね、の皆様方の、まあ、大変なるが、ご老婦の限りですね、まあ、皆さんご一緒の通り、ワンコインレストランということでですね、地元の地産地消というような形でですね、まあ、レストランを、まあ、前々に始めたろうという経験、まあの多い中ですね、それまた、夢空間の中におきましては、歴史的町並みということにおいて大変まあご労苦願ったという経験上から長野市が指定したなと、このような感じでおるわけでございます。まあ当初ですね、先ほどお話がございましたように、もう15年前からですね、地元からなんとかこのいわゆる、まあ、文化財に当たるんじゃないかという強い、まあ、地元の要望がございまして、いわゆる長野市が、まあ、空いている土地でまた建物を買い取ってですね、まあ、整備したという中においてですね、大変長野市も随分熱を入れたなという裏には、地元の関係各地の多大なるご協力のおかげだなと思っておるわけでございます。どうか、まあ、一つのこの、まあ、拠点として、また日本のシンボルとしてですね、どうか松山町の、まあ、活性化のためですね、どうか残していきたいなと、こんなことを思い、夢空間の活躍、さらなる活躍と、それでまた地元の皆様とのご一念をいただいて、歴史の町、文化の町がさらなる発展できることを念願申し上げまして、本日のお祝いの言葉に返させていただきます。本日はおめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。続きまして、同じく長野市議会議員、手塚秀樹様、お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました手塚でございます。城に、残されておりました宝がまた一つ蘇りました。この保存修理に、おきましては、本当に長野市に最大限のご理解をいただいたこと、そして教育委員会の皆様に最大限のお力をお借りしたこと、本当に感謝申し上げます。合わせてこのように立派な工事をしていただいた松城建設工業の、皆様にも感謝を申し上げるところであります。先ほどからお話の中にありますが、ここの寺町商家においては文化財を使った新しい取り組みが行われます。文化財を使った取り組み、このことは、ここでのことが今後の文化財の在り方を考えるきっかけになると思います。文化財を使うのにあたって、使い勝手の良い文化財、収益の上がる文化財、そういうことを考えていく、その原点になると思います。そこに関しましては、やはり今後も教育委員会の皆様、長野市にはご理解をいただくことがあるかと思いますが、ぜひまたご協力をお願いするところであります。先ほど理事長がご挨拶ありましたが、夢空間の皆様がここの指定管理を受けていただきました。お話の中にもあった、若い人たちが何とかしたい、そういう声が本当にこの地元から上がり、それを受けていただいたのが夢空間の皆様であります。この文化財には若い人たちが自分たちの地で力でこのものを残さなければいけない、そうした思いが入っております。確かにここは駐車場もなく、そして分かりづらい場所ではありますが、
そうしたことをクリアして歩いてでも来たい、そうした文化財になることを本当に願うところであります。このような、お天気の中、こうして今日オープンをすることを本当に感謝申し上げ、今後本当にここの文化財のあり方が真っ白の文化財の、全体の向上につながることをご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、松代地区住民自治協議会会長代理西村重俊様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に始まりました会長代理をしております、西村です。一言お祝いの言葉を述べさせていただきます。松代住民自治協議会代表いたしまして、一言お祝い申し上げます。松代地区の多年の念願でありました寺町商庫がこのように立派に整備改修されましたことは、松代地区にとって大変な喜びです。松代地区には多くの歴史的な文化財があり、今日まで長野市当局において順次整備されていることに改めて感謝申し上げます。寺町商庫は特に寺社が多数ある旧寺町に立地し、真っ白の周遊散策には最適な環境にあります。今後は外からの環境客の周遊の場所、また地域住民の憩いの場所として施設を活用していくものと確信しております。指定管理者夢空間真っ白の町に心を届ける会員の皆様には、特徴ある施設の良さを生かして多くの皆様にご利用いただくためにご努力をいただきますようお願い申します。最後になりましたが、加藤市長をはじめお参会の皆様の今後のご支援ご協力をお願い申し上げましてご挨拶と申し上げます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。ご来賓の皆様3名の方々から、ご祝辞を頂戴いたしました。本来でありますればご臨席賜りました皆様から、ご祝辞をいただきたいところではございますが、時間等の都合もございまして以上とさせていただきます。また、誠に恐縮ではありますけれども、ご来賓の皆様のご紹介につきましては、お手元に配布しております、出席者名簿をもちましてご紹介に変えさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。はい、それでは続きまして、表門の前で、行いますテープカットの方に移らせていただきます。これより、木遣松代会の皆様によります、道中木遣の先導によりまして、表門まで皆様に移動をしていただくということでございまして、まずテープカットをしていただく方のお名前をお呼びいたしますので、木遣衆後ろにいらっしゃいますけれども、木遣衆の後ろの方にお並びをいただきたいというふうに思います。ただいまからお名前申し上げます。順次よろしくお願いします。近藤守長野市教育長、根津英樹市議会議員様、手塚秀樹市会市議会議員様、西村重俊住民自治協議会会長代理様、吉川純一長野商工会議所松代市議長様、岡山市議会議員会の松代が心を変えていきたい議員長、よー
会本日オープン。白会の皆様、よろしくお願いいたします。なお喜びの杯の種も巡るよ朝日陰伊豆の三島の神風も吹き収むべき世の始め行く久しさとも神ラジアン家臣でいねとはこの時を表門の前の赤絨毯の上にお並びいただき、ご準備をお願いしたいと思います。
ご来賓の皆様方、空いてございますので、テープカットの前の方にお並びいただいてよろしいかと思いますので、お願いいたします。それぞれ準備はよろしいでしょうか。はい、それでは先にですね、写真を撮影いたしますので、ちょっとポーズを、撮っていただきまして、しばらくそのままちょっとお待ち、ポーズを撮った上でお待ちいただきたい。ポーズを撮った上で、ポーズだけお願いします。写真を撮っていただきたいと思います。よろしいでしょうかね。よろしいようですので、それではいよいよテープカットと参りますけれども、これよりですね、まず木遣集によりますテープカットの木遣、これを披露していただきまして、木遣集の皆さんの終了を合図としましてテープカットをお願いするという形になります。木遣が終了いたしましたら私の方からも、どうぞと合図を送りますので、その合図に合わせてハサミを入れていただきますようよろしくお願いいたします。それでは木遣町城会の皆様、テープカットの木遣一本よろしくお願いいたします。やれめでたりやかおくよーいよいテープカットで夢開くよな咲絆終了いたしました。テープカットの皆様にはご講談くださるようお願いいたします。以上をもちまして、寺町商家公開記念式典を閉会とさせていただきます。それでは皆様、表門にご注目いただきたいと思います。寺町商家開門でございます。それでは、非常に大事な皆様からご入場をお願いしたいと思います。係員が施設の中をご案内いたしますのでよろしくお願いします。続いてですね、ご来賓の皆様、また一般参加者の皆さんも、ママも、続いてご入場して、ご見学をしていただきたいというふうに思います。なお町歩きセンターので祝賀会、正午から始めますので、ご来賓の皆様につきましてはその時間までにまたご移動の方よろしくお願いします。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。もう一回ね。捉えた方がいいね。2、3枚ね。はい、お願いします。
はい、一番いい顔、一番いい顔してる、うん、みんな緊張してるよ。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。大変どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、中ちょっと、ね、ああ、いえいえ、いろいろお世話になりました。ちょうどいなかったんですね。どうしたの？どうしたの？つるつるしちゃって。改修後、見ていただいている通り、テーブル椅子を配置しまして、またすぐこちら側なんですが、台所もございますので、そこで料理を作って、こちらで来館者の方に泊まって、食べていただくというような形でですね、どなたでも料理等ができるように、なしなしを
この飲食スペースと合わせて、場所と合わせて、それとですね、この台所は文化財ではございますけれども、内装に防災用ビルの使用を取ることによってですね、台所の内部のビルが使えるように設定してございます。これもですね、先ほども言いましたけれども、地域のコミュニティレストランとして、活用していきたいと考えております。またこれ上がっていただいて、また中見ていただければと思うんですけれども、中の方にはですね、北側には草むくらというお蔵がございます。これもですね、改修工事の時にはですね、江戸時代頃まで、盛んに使われた国なんですけれども、そういった国が使われているというのが工事の中で分かってきました。ということは幕末ぐらいから、できて、幕末の頃にはできたんじゃないかということでございます。それと北の蔵、また土蔵を見ていただければと思うんですけれども、土蔵の内側には細長い、鉄の帯が工事上に取り付けられているのが特徴でございます。またその北の蔵の土蔵もですね、入り口にある座敷と合わせて土蔵のギャラリーとして貸し出しを行う予定でございます。こういった寺町商家はですね、貸し会施設として、また地域交流施設として工事の方に、活用していただくことも厳正にしておきます。それではこちらの方からご入場していただいて、判断していただければと思います。お願いします。それぐらいでしたね。はい。ダラブックはね。そうですね。またもう一度、はい。すみません。はい。やっぱりね、あれね、あれ、603つながりました。あ、そうですか。あ、よかったですね。やっぱりね、そのバージがやっぱ古いんで、だからそのダウンロードを他のやつとして、で、それを取り込んでってことをしたら、うまくいきました。そうですか。よかったですね。あ、よかった。だから、真ん中のオフィシデルでも、悪徳業者ではなかったですけど、こうだったらやってくれましたからね。そうですか。あ、よかったです。また、はい、お願いします。
しな。いいかな。